はい、どうも、ケイキングです。今日ですね、ウィニングポスト9、2021続きやっていきましょう。1999年9月の2週から難易度スペシャル引き継ぎあり、お守り使用禁止でやってます。さあ、9月の2週、最速ザ・ゴールドか。まあ、これは印は良かったですからね。楽しみですね。まあ、とりあえず大事なのはスピード。スピードがどれくらいか。はい、行きましょう。2番人気。あ、ノボジャックか。ノボジャックはまあ強いっすね。ただ、スピードエスプラとかなら勝てるはず。どう？あ、捕まるね、これ。いや、まあ踏ん張ってるか。最速ザゴールドノボジャック先頭だ。ノボジャックが勝ったか。2着は最速ザゴールド。どうすかね。ノボジャック見事一番人気に応えました。いや、まだ微妙って感じにはなんないんですが、ノボジャックに負けたか。まあ騎手もね、能力そこまでまだ上がってないので、ただちょっと最速レベルじゃねえな、これ。なんかそんな感じっすよね。勝負根性 C。まあスピードが S とかで、まあ他がちょっと微妙みたいなパターンもね、もちろんあるんですが。そうやね、まあこのままでいいかな。はい、これでいきましょう。まあ本当は海外持って行きたかったんですけどね、すぐ。はい、まあどんどん進めていきましょう。さあ、キングサンドロップ。まずは初戦。まあここは練習です。ヨンちゃんね。さあ、10月、エクレア覚醒、キングシンフォニー。まあこの辺は確認しなくても OK。10月の2週もまあ見なくてもいいですね。で、ゴールドのレースを見なくていい。しるし丸。まあ10月の4週は確認したいですね。サンドロップか。まあこれもちょっと見たいか。まあ順番に見ていくか。はい、ここはサクッといきます。2着。エクレア覚醒。まあぼちぼち。ああ、2着。スマートボーイ負けた。サンドロップ、そしてどちらでもキープ。はい、行きましょう。これが2戦目です。ここ大事です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者、意地のぶつかり合いだ。残り200メートル。さあ、いい走り、踏ん張れるか。先頭はキングサンドロップ。2番手はソートサバ。キングサンドロップ。おー、いいね。差を広げる。先頭はキングサンドロップ。きっちり2戦目で勝ったか。キングサンドロップ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。オッケー、勝ち。どちらでもキープは厳しいっすね。最速ザ・ゴールド、まあこれは大丈夫でしょう。とりあえず海外遠征狙いたいですね。サンドロップはスピード知りたいね。まあでもガッツンありそうっすけどね。1番人気、まあここでわかるね。ここも勝てれば期待できるよ。サンドロップ粘れるか、これ。大丈夫か。キングサンドロップ、1着、2着にはどうやらドリームシュプリーム、3
着にステッピングイボリング世界、まあ、S とかあったら嬉しいですけどね。キングサンドロップ、まさしく日本が世界に誇れる。そこまでない。ちょっとコメント聞こう。まだわかんないですね。とりあえず海外遠征ゲット、最速ザゴールド、まあこれは大丈夫やろ。はい、勝ちました。あ、印丸来ました。頑張ってほしいね、印丸。絆使って調子上げとく。サンドロップはまあ今のところ順調。あ、放牧出したいですね。サンドロップどうしますかね。まあダート使いたい。とりあえず休もう。はい、これで OK です。まあ海外遠征はゲットできたので、1700から2100、とりあえずサンドロップは海外。シンフォニー。まあ、この辺は適当に放牧入れて、エクレア覚醒も、まあ、これで OK。どちらでもキープ。どちらでもキープはもう引退でもいいっすね、これ。引退しようか。繁殖品まで使います。そして、最速やね。最速ザゴールド。まあいいか、そのままでいくか。どちらでも、まあなんとも言えないですね。エクレア覚醒もね、まあ悪くないって感じですよね、これも。今はサンドロップが一番強いか、これ。それか、印丸。よし、行こう。さあ、印丸一番人気。まあ、これは大丈夫でしょう。調子は上がってないけど大丈夫やろ。最速シルシーマル先頭、後続を引き離しにかかる。シルクポジティブ2番手、手応えはどうか。最速シルシーマル先頭、残り 200m を通過して後続を。いや、もっとぶっちぎってほしいですね。2番手はラベンダーロマン、とてつもない強さ。最速シルシーマル今ゴールイン。 OK、 とりあえずシルシーマル勝ち。2着はラベンダーロマン、3着にシルクポジティブ。これは桁外れの強さだ。最速シルシーマル。はい、これはネクストで勝ちました。印丸、印丸か。まあ、しばーすかね、印丸は。いいか、1600いこうか。はい、行きましょう。まあ、慌てず行こう。有効深める2つあるか。いや、まあ、つかなくてもいいですね。ちょっと一切チェックします。あ、ビクトリア。ディライトの子、ビクトリア。あ、ステージもいいね。
まあ、この朝日もいいっすよね。あ、でもちょっと残しとこう。はい、そのままいきます。次は11月の3週まで進めたいなと思います。機種ボロボロやね。乗ってくれんか。いや、このままでも OK なんですが、乗ってくれなかったっすね。はい、まあまあいいでしょう。キングライター、それはね、ちょっと離れすぎやね。疲労 OK。 2000から2200、まあマイナス200くらいで使っていきたいなと思います。1800、一周放牧出してで1800、まあ1900、こんな感じでいこうか。はい、ちょっとこれで稼ぎに行こう。で、サンドロップは、この後、まあ、海外に持っていくんですが、どこ使うかやね。まあ、エイコン行くとして、そうやね、3月一周、まあ、この辺走って、3月1周と、まあ、3月3周、もう1個使っとく？まあ、そこまで買っ詰める必要ないですけどね。いいか、これでいこうか。で、まあ、5周出して、で、5月の4周、で、6月の1周。はい。とりあえずこれで、いきたいなと思います。マイナス100はね、頑張ってくれると思います。あとは、OK。さあ、最速ザ・ゴールド。頼むよ。4コーナーカーブから直線コースに。さあ、どうだ。最速ザ・ゴールド、先頭。残り 200m を通過して、後続を引き離しにかかります。2番手はマイネハンド。これは、はい、まあ大丈夫ですね。オッケー、スピード教えてくれ。段違いの強さです。2着はマイネハンド。これは桁外れの強さだ。最速ザゴールド。賢さあり。さあ、シンフォニーは飛ばします。シンフォニー勝ちました。しるし丸、しるし丸も微妙か。4コーナーをカーブして、さあこれからです。インフラメンバー先頭、リードは2馬身から3馬身。最速しるし丸、足色は十分。前に攻めるか。まあ、来てますね。届くね。大丈夫ね。勝負をかける。残り 200m を通過して、最速しるし丸さらに突き放します。勝ったか。しるし丸先頭だ。なんかそんなさ、スピードある感じしないっすね。どちらでも最速ザゴールド。賢さ B プラスで精神が S。 まあ OK やね。スペシャルウィーク圧倒的やな。スペシャルウィーク
これスペシャル一括やろ。ウィニングポストのスペシャルウィークはマジ強いですからね。多分取ると思います、スペシャルウィークが。そうっすね。次どこ行こうかな。デジタル。デジタルと戦う？いや、そんなことする必要ないね。はい、ちょっともうゆっくり休みましょう。で、最速印丸1600から2700は面白いね。賢さ C はもうちょっと欲しかったですね。そうやね、どこ行こうかな。まあホープフル行くのが分かりやすいね。とりあえず疲労きついので2周休んで、あとは OK。 さあどちらでもネクスト。お、グラスワンダー勝ったか。まあグラスワンダーもさすがやね、強いっすね。いい勝負しとんじゃん。はい、じゃあ進めていきましょう。キングサンドロップ。トシ。トシを燃やせ。はい、じゃあ行きましょう。さあ、デジタルに勝てるか。まあ、ノボジャックもいるんですが、まあ、やっぱ怖いのはデジタルですね。大事そう。短い直線に入って後続は届くかどうか。キングサンドロップ先頭、サマサンマシン後続の手応えもいい。うわ、粘れるか。これどうだ。デジタル来た。アグネスデジタル、アグネスデジタル差し切った。先頭はアグネスデジタル一着で。さすがやね、やっぱ強いっすね。1着にノボジャック。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはアグネスデジタル。やっぱサンドロップ強いっすね。でもA はある、スピード A プラか S な気がする。さあ順位は3周。勝負根性 S、 賢さ S プラスで、まあスピード伸びてて、まあ、A プラ S くらいはあると思うんですけどね。まあとりあえず楽しみやね。サンドロップはなかなかいい。問題はここ印丸はとりあえずホープフルで確認。いや、ここは勝ちたいね。まあ、シーズンもいるんですが、とりあえずここ勝って期待できるところをね、見せてほしいよね。セールいきます。まあ何も買わないです。確認だけ。99年はこんな感じ。あ、いいのいますね。なかなか使いやすいよね。はい、戻ります。さあキングライターネクスト。勝ちました。
シンフォニー、そしてしるし丸。はい、まずはシンフォニー2着。さあ、そしてしるし丸、ここ大事。5番人気か、人気ないね。まあ、騎手 OK ですからね。キングフローリー、いや、最速しるし丸、これ微妙やな。最速って俺よくつけるんですよ。で、この最速っていうのは、まあ、本当に期待できる馬につけるんですが、今回はね、まあ、早めの20丸につけたんですよ。早めでカッパギ20丸。いつもは遅めのカッパギ20丸つけるんですよ。 G1 の大舞台で手綱が冴え渡りました。勝ったのは最速シルシー丸。まあ遅めカッパギ20丸か早めカッパギ20丸はねだいぶ違うんですよ。まあもちろん早めカッパギ20丸にもあのスピードエスプラとかは全然います。ただ勝ちましたね。とりあえず勝ったね。グラスワンダースペシャルウィーク、表彰式いきます。最速しるし丸、グラスワンダが有馬記念、そしてジャパンカップ、ヤサ記念、大阪杯も取ってる、テーマオペラオの時代が近いかもしれないですね。お、ドーベルは？はい、グラスワンダー、キャットシーフ、おー強いね。はい、来たね。はい、手続きします。どちらでもまあ番宣はねこれから。エクレア覚醒スピード S プラス、マジそんなったん。S プラったか。まあパワーないけどスピードでカバーしてるタイプですね。まあこれはこれで楽しいよね。オッケー、これはもうずっと使いましょう。もちろん使います。いいじゃん。ライターがスピード B か、まあ悪くないっすけどね。まあライターいいか、引退で。シンフォニー、これね、パワー S プラス、勝負根性 S、 まあ完璧っすけどね。まあ一応残しておきますか。繁殖牝馬はどちらでもキープとジュエル。ジュエル使いたいっす。どちらでもキープも使いたいね。スペシャルウィーク。バトルラインとかどうな？ああ、結構活躍しますね。いい感じだね。うん、まあさすが。エルコンは？ああ、なんとも言えないですね。なんとも言えないですね。
どうしますかね。エクレア。エクレアか。ディライト占いです。タニーノも占いです。まあ、タニーノ売ってもいいですけどね。まあ、まだ残します。ハイクレア、残す。残す。フェイムは残したい。どうしますかね。まあ、リリー売ってもいいけどね。リリー売るか。ニュートリノ、ゴア、イージー、オミアド、アグリコーラ残したい。で、ジュエルキーパー使う。エクレア売ろうかな。か、まあ、タニの、売ってもいいっすね。いや、エクレアでいこう。はい、これいきます。売却しないっす。はい、調教師はこんな感じ。ミナイさん来ました。機種。さあ、多いっすね。じゃあちょっとまずチェックしていこう。ダートマイル、大物。まあこれ使ってもいいし、クラブにあげてもいい。芝中距離、超大物。これもちろんこっち。早熟か。まあこれはクラブっすね。早めカッパギ20丸。まあ、なかなかいいね。期待できる。そして、ディライトの子。遅めか。まあ、期待できるかもしれないですね。こいつは。残してもいい。あ、早熟ね。ただ、ディライトの子は残したいですよね。はい、これはクラブで。ニュートリノ。ダートマイル。ただこれ残したいですね。これは期待します。芝中距離超大物。これはもちろん残すよね。まあ、カッパギ20丸は残したいですね。ブースター、どうすかな。まあ、番宣も残してもいいんですが、早め20丸か。いいね。あ、超物。早めカッパギ印なし。これはいらないっす。クラブです。早めカッパギ20丸。三河丸。まあこれまあまあいいっすけどね。序盤だったらね、もう全然当たりっすけどね。クラブで。じゃあちょっと多すぎるな。クラブ。まあ番宣はもうクラブでいきます。はい。とりあえず今回こんな感じで。まあ、ちょっと多いっすね。はい、設定終わりました。今回は超大物だけ。まあ、ちょっと決めた感じです。はい、じゃあ行きましょう。スーパーついてるやつと、流星が超大物です。明けまして、おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。2000年突入。秘書はじゃあ変えます。はい、順番に使っていきましょう。
変更はしないっす。やっぱスペシャルが楽しい。スーパーどちらでも、まあこれいいかもしれないですね。超大物がスーパーディライト、そして流星、スーパースケール、あとはスーパーどちらでもスーパーブレイブ。印ついてるやつが超大物です。エクレア、オッケー。はい、ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。